全国1億2000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。本日の実況は私、真鍋優が担当いたします。ジュビロ対レイソルの一戦をお送りいたします。この雨の中、こんなにたくさんのサポーターが応援に駆けつけてくれました。初戦と同じように危なげない内容で勝ちたいジュビロ磐田、入場してまいりました。ホームのホイッスル、試合開始です。前半45分、始まりました。場面に向かって右にエンドを取ったジュビロ磐田、反対側に左にエンドを取った、一旦下げます。短いスルー、ゆっくりとパスを回します。逆襲です。強引に行った、シュート、ゴールラインを割りました。ゴールキック、短いボール、大きくクリア、どうにも攻めきれません。後ろに戻して、細かくつないで中へ送ってくる、そしてクリア、攻めきれませんでした。当たりが弱い、シュートだ、クリア、フィニッシュの形まで持っていけない、大きくクリア、守備には定評があります。パスをつないでいきます。速攻速攻速攻、タッチラインを割りました。さあスローインです。クリア、ナイスディフェンス、速いパス回し、細かくつなぎます。短いボール、タッチを割りました。さあスローインです。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、そして得点の糸口にしたい、ヘッドで流す、今度は長いボール狙った、キーパー飛び出す、大きくクリア、ここは回り込んでいます。パスをつないでいきます。速いパス回し、細かくつなぎます。後ろへ、短いボール、一旦戻します。前半が終了しました。両チーム互角の展開でした。キックオフのホイッスルが鳴りました。後半45分、始まりました。両チームともここまで互角の展開です。柏レイソル、左サイドを意識しています。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、強烈な右足、よく反応しました。ヘッドで流す、そして大きく上げた、高さがあります。後ろに戻します。これはカウンターになりました。中に入れた、ふわりと浮かせるヘディング、ゴール、決まりました。キーパー及びません。ジュビロ磐田、先制のゴール。リプレイで出ています。うーん、
田、左サイドを意識しています。一旦下げます。ドリブル突破、中に放り込む、大きくクリア、攻めきれませんでした。長いボール、サポートが遅い、ファールです。おっとイエローカードが出されました。フェアプレーを徹底してほしいです。柏レイ、得点の糸口にしたい柏レイソル、選手交代があるようです。酒井アップしています。誰と変わるんでしょうか。柏レイソル、ヘッドで流す、シュート、後ろに戻して、短いボール、大きくクリア、フィニッシュの形まで持っていけない。さあスローインです。後ろへ、35分経過、パスをつないでいきます。シュートだ、守備には定評があります。後半残りわずか、ここは持ちこたえてほしい柏レイソル。最後まで投げてはいけません。速いパス回し、チェックが厳しい、クリア、ナイスディフェンス、クリア、ここは回り込んでいます。審判が時計を見ている、一旦戻します。またもイエローカード、フェアプレーを徹底してほしいです。ジュビロ磐田、フリーキックです。細かくつなぎます、短いボール、ここで笛です。柏レイソル攻めきれませんでした。素晴らしい試合内容でした。皆さんはどう思われましたでしょうか。もうお別れの時間が近づいてきました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私真鍋優でお送りいたしました。